はい、どうもしめじです。仮面ライダーバトルラッシュ、今日もやっていきたいと思います。はい、3月になりましたので再び、今年2回目ですね、ギルドイベントが始まろうと今しております。開催準備中でございますね。はい、今回のギルドイベント、ギガントクラッシュはですね、クーガです。来ましたね、クーガ、嵐のバイクチェイスということで、いやー来てる。で、ビルドのですね、ホークガトリングハザードですね、ホークガトリングハザードって言っちゃいましたけど、ホークガトリングのハザード版が来ております。ね、ラビットタンクのハザードが星6だったんで、星6で来るのかなと思ったら星5でしたね。はい、で今回ギルドメダルゴールド交換対象としては星5の仮面ライダークーガライジングマイティですね。超かっこいいね。これは、技属性なので、まあ、今回は敵がですね、力属性、また力属性なんだね。だからまあ速さ属性で戦うので、まあ、今回のギルドイベントとしてはいらないんですけども、ぜひとも交換はしておきたいところでございます。かっこいいな、クーガ。私本当にクーガ好きなので、で今回も、ギルドイベント頑張っていきたいと思っているんですけれども、ガシャですね、ギガントクラッシュ、嵐のバイクチェイスガシャ、こちらが登場しております。専用挿入歌が流れる EX 星5 D 仮面ライダーメテオ、こちらがですね追加されております。で先ほども言いました仮面ライダービルドのホークガトリングハザードフォーム、こちらも星5でございます。そして仮面ライダークーガアルティメットフォーム星6、速さ属性きた、きたよ、ついにアルティメットが星6で、私ですね、もう本当に星6が出てからですね、星6が欲しい、星6が欲しいと、何度も何度も、まあまあ無課金、基本的に無課金なのでね、まあ何度も何度も、まあ、無課金なりにいろいろチケットやら石やらを貯めて引いてきたんですけども、未だ星6ゲットならずというところです。じゃあ見ててください、俺の変身。これ雪山でね、一条さんが後ろにいてね、で変身するわけですよ。でダグバとの戦いに行くと、あそこですね、仮面ライダークーガアルティメットホーム、何回も言う、いやこれは欲しい、強力なユニットを手に入れたいね。まあ、必殺技はあえてまだ見ておりませんけれども、かっこいいな。でエンブレムも撃滅の紋章と極みプラス恩恵の紋章という、すごそうな紋章を装備しております。はい、ただですね、まあ、現在ですね、ラッシュストーンが23個という、なんとも心もとない感じですね。でチケットの方も、確かね1枚しかなかったので、まあ単発爆死が続いておりますけれども、ここは一丁引いておきたい。でまあ3月になれば、まあ、またちょっとね交換などでチケットがもらえたりとか、イベントを進めることでね、 ギルドイベント進めていくことで、まあ、星じゃないや、石の方も、何個か獲得できるとは思うんですけれども、まあ始まる前に引いておきたいということで、引くガシャ、はい、ここは待たずにね引いていきたいと思います。ちょっと提供割合見ていきましょう。はい、今回のギガントクラッシュガシャは他の、星6仮面ライダー新1号龍騎サバイブ、ファングジョーカー、タジャドルコンボ、ラビットスパークリングがいますね。 EX に関してもなかなか龍騎サバイブやファイザーアクセルフォーム、ジャックホームいっぱいいますけれども、ピックアップとしては先ほどのクーガアルティメット、それから仮面ライダーメテオですね、 EX 星5、メテオストライク、最も体力の高い敵単体に 3900% の属性無視ダメージ、敵の防御を貫通して敵を長時間停止させる、めっちゃ強いですね。バトルラッシュの時に速さ属性の攻撃力が 50% アップ、発動時に必殺技ゲージが上昇、かなり優秀なんじゃないでしょうか。しかも、常にクリティカル&停止している敵への攻撃力が大幅アップするという形で強いですね、これは強い。はい、そして仮面ライダービルドホークガトリングハザードフォームが星5で登場ということですね。ハザードフィニッシュはランダムに15回 210% の持続性ダメージ、ライドエナジーを10消費してしまうと、天空の悪魔、速さ属性の攻撃力が 35% アップの攻撃対数プラス1と、お前が止めてくれたのか、体力が一定以下になると攻撃力アップと、暴走しまくりのハザードフォームですけれども、まあ先ほどのメテオや、他のね、この間出た星6のハザードに比べるとちょっと見劣りするかなという感じですね。そして他にも仮面ライダーカブト、ライダーフォームの星5ですね、ライダーキックランダムに3回 450% と1回 1250% の持続性ダメージ、敵を吹き飛ばす、
攻撃力が 30% アップの味方全員の移動速度がアップ大ですね、ライドエナジーによる回復のたびに攻撃力がアップ最大5回があるんですけれども、まあ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 といった感じ。そして仮面ライダーダブルヒートトリガー、こちらが、トリガーエクスプロージョン、敵単体に 3200% の持続性ダメージ、敵の防御を貫通するが自身の体力が少し減少してしまうと。速さ属性の攻撃力が 30% アップの通常攻撃のダメージが 30% アップ、ライドエナジーによる回復時に一定時間攻撃力がアップすると。まあまあ普通に強いは強いんですけれども、まあ今回のド本命ですよね、仮面ライダークーガーアルティメットフォーム、これが欲しい、めっちゃ欲しい。すさまじき拳、敵単体に 4600% の持続性ダメージ、敵の防御を貫通するが自身の体力は減少してしまう。究極の力を持つ、バトルラッシュ状態時に速さ属性の攻撃力が 40% アップ、発動時に一定時間攻撃力が 120% アップ。この雨だって絶対やめよ。バトル時の攻撃力がアップ&召喚後最初に使う必殺技のダメージが大幅アップ。そしてセカンドアビリティとしてパワーヒット、20秒間攻撃力が 50% アップするという、これはもう確実にギルドイベント用ですよね。リーダーアビリティとかね、アビリティとか、もうこれはねかっこいいな、ゆうすけかっこいい。というわけで、こちらがね、まあ、最初のさ、初めての星6がね、クーガだったら素晴らしいじゃないか、ね、というわけでね、ここは一丁単発4回しか引けないんですけど、単発4回とチケット1枚を使って5回で、アルティメットを当てます。星6アルティメットを当てます。では行きたいと思います。自分を追い込みます。はい、ではよろしくお願いします。もうすぐ始まるギルドイベントでも、皆様にね、少しでも、貢献したいと、そういう思いから、聞いていきたいと思います。では単発頼むぜ、行きましょう。ちょっとチケットから行こうかな、今回はですね何の意味があるか分かりませんけども、チケットから引いていきたいと思います。よろしくお願いします。さあアルティメット来い、一発目から来てくれても全然 OK、 さあ行くぞ、よろしくお願いします。はい、システムスタンバイ頼む。本当に最近いい感じじゃないんで、ここで一発虹に。イスター、はい、マヨネーズがね来てくれましたけれど、まあ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 、あと4回引きますのでね4回しかないのかと、いくよ。はい、ではよろしくお願いいたします。さあ行くぞ、せーの、はい、マジでお願いします。システムスタンバイ頼む、本当に頼む、虹を見せてくれ、俺に虹を見せてくれ。5台、氷川さん、ちょっと一回戻ろう、指令室にね、一回指令室戻って、で、あ、例のね、リプログラミングしてこの流れを断ち切りましょうね。頼みますよ M 先生、これでいいかな、リプログラミングされたと思うので、会社に戻りましょう。さあ行くぞあと3回行きます。ラッシュストーン5個消費していくぞ。はい、アルティメットお願いします。システムスタンバイ頼む、虹を見せてくれ俺に、五大ユースケ頼む、金にすら光らないタケル殿。さああと2回でございます。システムスタンバイ、もう来ていい、もう光っていい、虹に光ってくれ、虹演出俺に見せてくれよ、バジーン頼むぜ M 先生、お願いします。さあラストでございます、よろしくお願いいたします。ここ、はい、システムスタンバイ、来ます、来る、光れ、はい、はい、というわけで、相変わらずの引きの弱さなんですけれども、ギガクラのね序章に遊びに来ております。本当に金にすら光らないという、
もういつから爆死続きだろうか。まあとにかくね、まあ紋章どころかね、何もゲットしてないわけなんですけれども、まあできるだけ、回ってね、終わっちゃいましたね、早いですねできるだけ、できる限り皆様に、ギルドのメンバーの皆様に、貢献できるよう、頑張っていきたいと思います。またギルド戦のね途中でも、まあ、チケットがゲットできたりとかね、ストーンが溜まったりとかあるかもしれないので、もう本当にアルティメットはね欲しい、本当に欲しいライダーっていっぱいいるんだけど、本当の本当に欲しいんで、ギルド戦の、最中でもね、引いていけるなら引いていきたいと思います。またギルド戦の方はライブ配信なども、するかもしれませんので、もし皆様お時間が合えばお顔だけでも店に来てください。というわけで、爆死をここにありということで、今回も終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。